じゃん。アンパンマンのキャラクターを整理していってみようかな。メロンパンナちゃんとメロンパンナちゃんだね。よし、メロンパンナちゃんはまだいた。こんなところにもメロンパンナちゃん、マカロンになっていたよ。そしてクリームパンダだな。クリームパンダはこんなパンになっていたよ。パンになってるクリームパンダがいた。よし、そしてこれは天丼マンだな。天丼マンはここにいた。天丼マン、この蓋がこれだな。よし、これで天丼マン。それから食パンマン、食パンマンはどこにいるかな。こんな感じでパンになってるね。パンになってる食パンマンに、よし、これはサンドイッチの食パンマンだよ。そして新聞を読んでる食パンマンもいたね。よし、それからこれがアンパンマンだな。アンパンマンがたくさんいると思うんだよね、このパンになってるアンパンマン。それからおにぎりもいたよ。アンパンマンはこの真ん中のところに集めていこうかな。よし、こんなところにもいた。こんなケーキかな、パンケーキになってるアンパンマンもいたよ。よし、そしてクリームパンダ、こんなところにもいた。クリームパンダはこっちの方に置いていたよね。クリームパンダ。そしてこれがホラーマンだな。ホラーマン、ホラーマンのパンもあるんだよ。ホラーマンのパンだね。よし、そしてバイキンマン、バイキンマンはこのパンになってるバイキンマン、この小さなサイズもあるな。バイキンマンもここのあたりに置いておくよ。よし、そしてこれがロールパンナだね。ロールパンナお姉ちゃんもパンになっているよ。ロールパンナ、このメロンパンナちゃんの近くに置いておいてあげようかな。そしてこれ赤ちゃんマン、赤ちゃんマンだね。赤ちゃんマンはこのお花を持ってる赤ちゃんマンに、そしてこんなパンになってる、こっちの方が大きなサイズだね。そしてこんなメーケンチーズ、メーケンチーズのパンもあったよ。メーケンチーズ、よし、こっちに置いて、バタコさん、バタコさんはあーないかな、この一つかな。バタコさんは一つ。そしてカレーパンマン、カレーパンマンだね。カレーパンマンもパンになってる。みんなパンになってるんだね。よし、これは傘を差しているカツ丼マンだな。カツ丼マンはここにいた。カツ丼マンとカツ丼マンだね。よし、あ、こんなところに食パンマン、お茶を持ってきてくれているよ。食パンマンのところに置いておくよ。そしてこのポッポちゃん、ポッポちゃんもいたな。ポッポちゃんはこの1個だけ、1個だけだよ。そしてこのハンバーガーキットだね。ハンバーガーキットのパンが2個、2個あったよ。よし、あ、こんなところにこれはカビルンルンだね。カビルンルンもパンになっていた。そしてドキンちゃん、ドキンちゃんがいたよ。お花を眺めていたね。ドキンちゃんはこのおにぎりになっている、おにぎりになっているのと、こっちの方に目がハートマークのドキンちゃんもいたよ。ハートマークになってるってことは、この食パンマン様の近くに置いてあげようかな。よし、そして、あ、またドキンちゃん、もう一個あったね。ドキンちゃんだね。そしてこんなところにアンパンマン、アンパンマンがまたあったね。アンパンマンは真ん中のところに集めておいて、そしてドキンちゃん、こんな王冠をかぶっているドキンちゃんに、ヨーグルトを、ヨーグルトを食べてるドキンちゃんもいたよ。よし、そしてこんなハンバーガー、ハンバーガーのバイキンマン、バイキンマンもいたね。バイキンマンも人気だよね。そしてここには、これは赤ちゃんマンだね。赤ちゃんマンのこのパフェ、パフェもあるんだな。そしてこれがメロンパンナちゃんのジュース、メロンジュースだよ。メロンジュースもあって、そしてこれがジャムおじさんだな。ジャムおじさんの
パンをたくさん作ってくれたんだね、ジャムおじさん。